わざわす、エラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、PPP 戦争論と戦争についてね、話していきたいなっていうふうに思います。まあ、この本はね、PPP 戦争論っていう本で、まあ、これから起きる新しい形の戦争について述べられた本なんですけど、まあ、正直ちょっと悔しいですね。悔しいです。何が悔しいかっていうと、面白かったんですよね。最近読んだ本の中でも、本当にもうトップ、まあ、3にはとかいうかトップ1と言っても過言じゃないぐらい面白かったです。で、あの、Kindle 版、まあ、ペーパーバッグは842円しますけど、Kindle 版はね、あの99円で買えるし、まあ、アンリミテッドは0円で読めるんで、ぜひね、読んでほしいです。なんかその、通知攻撃とか、結構これからの時代というか、まあ、今起きてることについての解釈も含めて、いろいろね、書かれてます。通知攻撃とかはね、ものすごい、あの、衝撃的でした。まあ、実際に読んでほしいんですけど、まあ、なんかその、SNS を使って、SNS の通知っていうシステムを使って、まあ、相手に攻撃をするっていう、その攻撃って言っても、その皆さんが思ってるような攻撃とはちょっと違うかもしれないんですけど、まあそういう、そういった本です。はい。まあ、本の中身に関してはもう読んでほしいので、あの、私はあまり詳しく言いません。多くは語りません。だから今日話したいのは、その戦争についてですね。まあ今年はちょっと戦争の年なのかな。なんか僕にとって戦争の年なのかなっていうのを勝手に思ってまして、去年はね、あんまりなかったんですよね。僕、なんかその争いみたいなのが、一昨年はすごいちょっと多くて、ちょっと疲れちゃうよみたいな感じだったんですけど、まあそういうのもね、あって、まあ普段私のスタイルとしては、なるだけね、争い事にならないように、なるだけ揉め事にならないように、いさかいを生まないように、圧力を避けてきました。でもね、やっぱりね、ちょっと限界あるなっていうのはあって、まあ今年はね、ちょっと、バンバン、戦争するってわけではないけど、でもちょっと戦争しなきゃいけない時もあるんだっていうのを自分の中で意識して過ごしていきたいなっていう、これはちょっと本音ベースで思ってまして、まあ自分何もしてないんですけど、基本的にその一般的な大学生は今年就活の時期じゃないですか。で、私も今年もしくは遅くとも来年には、まあ必ず就職活動してどっかから内定をもらわない限りは、まあ、卒業できないということで、結構そのね、二栄養を飲まされるというか、就職活動したことないエアプーマンなんですけど、まあ、話聞く限りだと、すごい辛いみたいな、私の知り合いにも何人かいますけど、もうすごい面接でいじめられるみたいな日常茶飯事だし、そういうなんかその嫌なこと、もちろん飲み込まないといけない部分はあるんですけど、僕の場合結構飲み込みすぎちゃうところがある。パンクしちゃうんですよね。なんで、もう嫌なところは、ことは嫌だと。まあ、全部嫌なことは嫌だって言ったら、それは過ごせないけど、まあ、ある程度、ここは譲れないぞっていう部分は、しっかり持って、まあ、自分の意見をね、言っていきたいなっていうふうに思ってます。あの、なんかその、僕は最近、夕日野郎さんについてとか、あと、メンズコーチジョージとかね、あげてるけど、あれもなんかその、炎上狙いみたいな、モザイクどうしちゃったのみたいな思ってるかもしれないですけど、あれはなんか別にその、急になんか心境の変化があってあげてるってわけじゃなくて、昔から思ってたんですね。昔からもう家の中でブツブツ言ってた溢れ出てくるような思いっていうのを、思いを今ではマイクじゃない、カメラ回してなかったところを今それカメラ回してるっていうだけの話で、昔からあれ思ってたんで、もういつ嘘偽りのないことなんで、まあそういうのをねちょっと出してく、まあ、それでね離れる人もいたりとか、まあ何か戦争が起こったりとかあるかもしれない。実際ツイッターとかね、最近本音ばっかつぶやいてますね。なんかちょっと炎上するんじゃないかなみたいな。なんかちょっと叩かれたりしないかなとか思っちゃうんですけど、意外とそうでもないですね。意外とそうでもない。多分なんかフォロワーが減ったりとかなんかあるんだろうけど、僕の観測できる範囲でにそんなに揉め事とか起きてないんで、あの、まあやりすぎは良くないですけど、まあちょっとね、戦争っていうのを意識して、まあこの1年間過ごしていけたらなっていう。持ってますっていう感じでだいぶ話逸れちゃったんですけど、まあ、PPP 戦争論リンク貼っときますんで、ぜひ見てください。ではまた。